ということで次が、これから成功するのが3つある。これ生産強化型、販売卸型、直販型っていうふうになっています。これも分かりやすく言うと生産強化型っていうのも農業出荷です。単純に言えばこの生産強化型っていうのはですね、とはいえ単収を上げるんです。でもここポイントですよ。単収を上げるのは売れるからじゃないですよ。コストを下げるためです。だから農協に出荷されている方っていうのは生産に専念していいんです。だから生産に専念できる環境を農協協同組合が全国で作ってくれてますので、生産に一生懸命特化すればするほどやってはいけないのは単純にコストが上がることです。なぜかって販売努力ってなかなか難しい。農協の共犯でやる以上は。だから販売の努力ができない部分、生産強化型の農業をするためにはですね、あとはもうコストを下げる農業しかできないんですよね。ですからこの生産コストを下げるっていうところの農業をやらなきゃいけない。ただポイントになってくるのがこの市場の変化なんです。この市場の変化、ここですね。この市場の変化、ここが厳しいんですよ。ここが厳しい。これどういうことかというと、これも私がまあ言うまでもないんですけども、先ほどお話した通り、輸入が6兆円ですよね。輸入が6兆円で、国内産出額が9兆円ってことは、まあ、結論言うと輸入がもうバンバン来てるってことですよ。もうご存知だと思います。ご存知だと思うんですけども、もう一回いきますよ。今国内生産9兆円、輸入が6兆円。私が就農した平成元年は国内生産が11兆円、輸入が4兆円でした。ってことは人口は1億2000万変わってません。胃袋も変わってません。胃袋の量が変わらないということは食べる量が変わってません。食べる量が変わってないということは農産物の流通する金額っていうのが決まってるんです。それが15兆円なんです。もう分かりやすく15兆円なんです。この15兆円のうち、今農業で今までは11兆円作ってたのが9兆円分しか国産のやつは食べられてないんです。その代わりにこの輸入のやつが食べられてるんです。これ別に私が言ってるんじゃないです。データが出てるんです。だからこの市場の変化っていうものを、次の未来次世代には教えてあげなきゃいけない。ってなってくると生産性を高めるだけではいけません。自分でじゃあやっぱ販売していかないといけない。まあ農協を離脱するのしないのっていうことの問題ではなくて、自分で販路を、自分で抱えて、自分で直接自分で作ったものを製菓業者さん、もしくは、何かしら、食品業者さんに卸すというような卸業務っていうのを今やらなきゃいけない。まあ、農業法人さんは結構されてますよね。自分で販路を開拓して、自分で直接取引をして、で自分で販路を開拓してやる。でもその時にどうしてもやっぱり契約栽培する時に10ケース20ケースが勝負になりませんよね。なぜかと相手もそれなりのロットで欲しい、100ケース200ケースください、1トン2トンくださいって話になります。そうなってくると必然的に規模拡大していきます。わかります。先ほどの JA 出荷の時の規模拡大の目的とこの相対取引契約栽培する時の規模拡大っていうのはちょっと意味合いが違うんです。農協さんに出してる時は作れば作るほど市場に出しますので、市場は物が溢れたら単価は下がります。でも大量生産というか量を生産していかないとコストが下がらないんですよね。だからそこの兼ね合いで、一方こっちの場合は販売をするためにどうしても安定供給するために面積を広げるんですよね。ってなってくると当然雇用とかしていかなきゃいけない、ね、で雇用とかしていったりするから、先ほど言った通り労務管理とかしなきゃいけない。どん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 新しい農業で変わっていきます。はい。そしてこちらは何だっけ、あ、そうそうそう。で、今現在認定農業者が24万人、農業法人は2万社、企業の参入は3300社。これ何の話かというと、どん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 やはり企業的な農業っていうのがやっぱり今からはやっぱどうしてもそっちに傾いていきますよね。で、農業法人って2万社。まあ2万社って言ったらもうたかが知れてますよ。だってたった2万ですよ。140万人農家がいるんですよ。140万人農家がおるうち、ああたった2万社か。なのに何山下はなんか声を張り上げてから企業的な農業って言ってるのか。いきますよ、皆さんまたちょっと頭使ってくださいね。もし2万社の農業法人が売上1億円になったらどうしましょう。1億円になったら答えは全部で農業法人だけで2兆円売り上げることができる。
いやいや、待て待て待って、9兆円よね、今日本国内生産って。9兆円のうちの2兆円はたった2万社の農業法人が生産するわけ。のの個人の農家、この認定農業者の24万人を土下座すればいいとって話になるわけです。ってことは僕の予測ですけど、この農業法人が5万社になります。5万社、これ安倍内閣が、農業法人を2025年までに5万社にするって実はもう、2014年に発表してるんですよ10年前に。なぜかというと安倍さんってご存知だと思いますけど、2012年に農業改革イヤーって発表されてるのご存知ですか。2012年にここ10年間でこんな風に農業改革するんだって旗を上げたんですよ。で今も2000年でしょ、もう8年経ってるんですよ。なかなかまあ成果は上がってませんけど、で2025年までに農業の会社を5万社にする。もしその5万社が売上1億円ずつ上げたとするならば、もうそれだけで5兆円です。つまり国は何を言いたいかというと、安定したいんですよ。もう言い方すごく悪いんですけど、個人個人の農家さんが頑張りきらんだった時には、企業の農業法人が1億円ずつ売り上げてくれれば、9兆円のうちの5兆円分ぐらいは農業の会社が安定的に作っきる件が、これで安心安泰たいっていうような意図が見え隠れするんです。だからこれからの農業者、若手農業者にはそういった情報も教えながら、企業的な農業をやった方がいいよっていうふうに進めていただきたい。まあ、これ経済の話、社会の話の変化です。まあ、そうなってくると、販売卸売型っていうのはやっぱりどうしても信用取引をしていきます。でマーケットインって言ってから頼まれたものを受注生産するような形になっていきます。そして雇用型、組織型、企業型にどん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 これからの農業はスライドしていきます。そうなってくるとですね、ここからちょっともうめんどくさい話なんでパッパッパッといきます。例えば農業者でありながら雇用型、家族経営からの脱却して雇用型になると、人材管理する能力っていうのが今からの若い農業者には求められます。労務管理、勤怠管理、社会保障、雇用、社会保険、こういうシステムを構築するような能力を今からの若手農業者には今から指導育成していかなきゃいけない。さらに言うと人材育成、技能実習生、シニア人材活動、ロボット自動化っていうスマート農業のテクノロジーにもついていかなきゃいけない。さらにさらに言うならば、組織型農業をしていくためには従業員を、束ねる必要性がありますので、リーダーシップ、事業計画、経営理念、ビジョン共有、価値観言語化など、先ほど、ありました通り、全て作業するときに、別に福祉農福連携するときだけでもなくて、従業員さんを雇った場合、外国人労働者を雇った場合、家族だけだったらあれ取ってこれ取ってでいいんですよ。ところが従業員が来たならば、ちゃんと何々がどこどこにあるから、どこどこの何々を持ってきてっていうふうに、ちゃんと明確に情報の共有化と見える化をしなきゃいけないんです。そういうふうな、ことになります。でさらにはマネジメントといって、コスト管理、数値管理、工程管理っていうのをどん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 数値化していきながら、企業的な農業に行かざるを得ないんですよね。なぜかというと2万社っていうのがもうすでにこういうのを始めてますからね。でその他にも、例えば品質管理、いわゆる先ほどギャップって話も出てきました。 J ギャップも含めて、今グローバルギャップ、アジアンギャップもあります。そのギャップも含めて、その栽培管理、衛生管理っていうのを第三者認証で、このエビデンス、まだすいませんね、カタカナばっかりで、つまりあなたの商品が安全な根拠を教えてくださいっていう時代に今なってきています。根拠、何根拠って、俺が作った件安全に決まってるじゃないかって、俺が作った米だけうまくに決まってるじゃないかっては通用しません。根拠がいります。なぜあなたの米は安心だと言えるんですか、なぜあなたのお米は美味しいって言えるんですかって根拠がいるんですよまあそのために、まあ、ギャップみたいなシステムもありますし、今度ビジネス取引するので顧客管理、販売管理、受発注管理、そして予診管理だの、なんだかんだ、もうちょっともう自分で言っときながら、これからの農業って面白いんだけど、どん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 こういう今までの30年間じゃない全く違う形の農業がまず始まってるし、もっともっと普及していきます。でこういうのを新しい世代の農業者に全部教えなくてもいいけど、そういうことのニュアンスを伝えていかないと、ちょっと極端な話ですけども、職人農業っていうのは割と今からきつくなっていきます。
その職人が作ったホニャララっていうのが、先ほど言った通り根拠はって言われる時代になっていきますので、いわゆる先ほど言った社会の目が変わります、ね、で山下さんが作ったスイカだけそれは美味しかろうねって言ってくれる消費者もいるかもしれないけど、一般的には例えば仕入れ業者も山下のところを仕入れることによって、もしそこで何かしらの、薬品、何かしらの、品質劣化が見られた時に、ここまたカタカナで申し訳ない、分かりどうぞあえてですか、コンプライアンスって聞いたことありますね。コンプライアンスなんて言ってから、要は あなたはその商品口に、我々はの口に入れるものを結構作ってるもんですから、口に入れるその商品の品質保証を誰が責任取るんですかって、ちょっと面倒くさい世の中になってるんですよ。でなっていくんですよ、さらに。でこの面倒くさい世の中になってくるときに、今まではメーカー側や食品販売会社側が取ってたんですけれども、どん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 変わってを下っていって、農家さんにもその根拠を求めてくるようなすっごいやかましい世界に今からなるんですよ。なるんです。なんでかともみんな責任取りたくないから、責任取りたくないから。だからそうなってくると、そういうふうなことができるできないじゃなくて、そういう時代に対応しようとする価値観を持たないと商売にならないんですよね、はい、ですからこういうふうに企業型っていうふうに、農業者からも中小企業家風にどん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 これから変わっていきます。でそこに今からの若手後継者が興味を持ってくれるとバンバン伸びていきます。だけども職人的な農業、要は雰囲気、目視感覚でやっている農業っていうのでは、なかなかこれからの若い世代っていうのはちょっと納得しないかもしれないですね、はい。まあ、というようにですね、このそもそもマーケットがシェアの奪い合い、今から1億2000万の人口ってありましたよね。15億兆円分が日本では消費されています。胃袋に入っています。そのうちの6兆円が外国産です。そのうちの9兆円が国内産です。でもっと今から外国産が入ってくる可能性もあります。で厳しい話なんですけれども、これから農産物の単価っていうのは上がりません。もう絶対にって言い切れるぐらい上がらないんです、残念ながら。でなぜ上がらないかというと、これまで農産物の単価が上がってたのはどういうことかというと、もう分かりやすく言うと、どこかの産地がやられた時にやられてない産地の単価が上がってたんですよ。分かります？もしどこの産地もやられてなくて単価が上がったとするならば、それは世の中が食べたい買いたいにもかかわらずないっていう状態ですよね。だから値段が上がるんですよね。でも今どこもう全てのスーパーに行ってから農産物が棚にないなんてことはありえない。まあ最近はトイレットペーパーとかマスクがなくなったって話になってるんですけども、だから当然値段上がりますよね、棚にないわけですから。でも今日本国内の農産物っていうのはスーパーマーケットに例えばほうれん草がここのスーパー置いてないねとかもありえないんです、ありえないんです、絶対あるんです。もっと言うとバックヤードにも在庫があるんです。だから農産物の値段は上がらないんです。ところがこの前関東に台風19号が来ました、ね、千葉、茨城、宮城、福島、群馬、茨城、栃木か、まあ関東圏内の農業地帯がバンバンやられたんです。ところがですね、値段が上がらなかったんです。おかしくないですか。まあ、関東の人に申し訳ないけど、関東の人だいぶ大学行きますよ、農業被害額2000億だったかな、まあ、とにかくひどかったんです。でも相場が上がらなかった。いや待て、おかしいな。輸入ですよ、輸入、いわゆる農産物がやられて困るのは農家だけじゃないんですよ。それを仕入れて商売している製菓業者が一番困るんですよ。だって仕入れるものがないから。農家には補助金が来ます、補填金が来ます、何かしらカバーしてもらいます。でも製菓業者さんは補助金来ません。商売してる人たちは単純に仕入れるものがなくなったから、売るものがなくなったから会社潰れるだけなんです。そう困りますよね、製菓業者さん。そこでその製菓業者さんは何するのかっていうと、あ、10月の19日台風19号が来る、これはえらいことになるぞっていうのが前もって情報が分かると、台湾と韓国と中国に電話して、まあ、電話するかなんか分かんないけど、発注書きます。そして、キャベツと人参と大根このくらい必要だからちょっと入れてくれ、でも生じゃダメだから例えば加工したやつを入れてくれっていうふうに補填していくわけですよね。
これが先ほどの6兆円のからくりですよ。6兆円。ところが最近、コロナウイルスによって中国からの輸入が入ってきません。なんと6割も減ったそうです。6割減ったそうです。わあ、なんか、まあ農業者にとってみればいい話じゃないですか。単価が上がりそうだから。でも今年も農産物もベタ安ですよね。なぜベタ安なのかっていうと、もう需要と供給のバランスですよ。今年1946年、いわゆる、気象庁が統計を取り始めてから一番暖かかったんです。もうコロナウイルスの情報ばっかり流れてるから、そういう大事な情報っていうのは全然出てこないでしょ。これ、日本経済新聞で2月の29日付で発表されてる。1946年から統計取って一番暖かかった。と、つまり、豊作なんですよ。めっちゃ豊作なんですよ。豊作だから安いんですよ。豊作だから安い。で、産地間競争だったんですよ、昔は。ところが、産地がやられても値段が下がらない。なぜかというと、今、国際競争になったからなんです。だから、今から先ですね、台風が来たって言って、例えば、まあ、会長もナスされてる、僕もナスやってたんだけども、まあ、正直言うと、まあ、ここに高知の方はいらっしゃいませんよね。高知がやられればいいと思ってたんですよ。なぜかというと、高知はナスの産地だったから。高知に行け、高知に行けと思って、高知に行ったと思ったら、よっしゃーって九州ガッツポーズ。ところが、高知の人この前会って話したら、九州に行け、九州に行けって話ですよね。こういうもんなんですよ。そうやって、あっちが儲かり、こっちが儲かりで、バランスを取りながら農業って成り立ってたんだけど、今、日本全国、どこに産地が来ても、もうこれはお悔やみ申し上げますです。なぜかというと、そういうことで単価は変わらない。誰も潤わない。なぜかというと、国際競争になってるから。だから、まあ、今回中国にコロナウイルスが発生することによって、よしこれで日本の農産物か。さあ、ここ最近市況皆さん見られましたか。野菜上がるどころか弱持ち合い下がってます。マジかと。なぜか、中国の輸入が来なくなったにもかかわらずまだ量があるってことですよ。そのくらい今年は暖冬なんです。暖冬なんです、残念なことに。ってことは、今から後継者に話すときに、これ残念のお知らせなんですけれども、いいかと。これからはね、とにかく農産物は、先ほど言った政治、経済、社会、技術、この4つで農産物っていうのは影響を受けるから、しっかりとこういうことを考えて生き残る道を考えていきなさいっていうところまで我々は教えてあげないと、農家さん、若手に、なあ農業儲かるぞって言ってからやらせて、車買ってやるけんやれとかいうようなやり方はさすがに通用しないということです。そして最後、3つ目、直販型農業、ね、先ほど言いました生産型農業、これ農協出荷で生産に特化することです。もうやるべきことはとにかくコストを下げること。そして、まあ、農協さんではなくて自分で販路を開拓してやろう、卸業もやっていこうという人たちは、先ほどの輸入というものと需要と供給のバランスを考えながら相対取引をしていきましょうというのが2つ目。そして3つ目の農業というのがダイレクトマーケティングって言ってから、直接個人個人のお客さんとやり取りするっていう、インターネットとか使って、もしくは観光農園なんて一人一人のお客さんと、取引をする農業というのも今からやるんです。やるというのもすでにあるんですよ。始まってるんです。で、ここでこの前すごいニュースが出てきました。なんと皆さん、雑誌、週刊誌で、フライデーっていうの知ってますかね。このフライデーの雑誌なんです。フライデーですよ、あの写真バシャバシャ撮るあのなんかやつ。あのフライデーでメルカリがあれば農協はいらないとい う, こうニュースがこうとバーンって出てきたわけです。何何どういうこと。メルカリって皆さんご存知ですかね。個人とお客様をつないで商品をこうやり取りするという、いわゆる個人と個人が商品を取引するっていう、もうネット上、いわゆるウェブ上のサイトではかなり成功を収めているアプリ会社なんですけれども、そのメルカリが農産物をやり取りしている。そんなことやっていいんですかって、実は、講談社から私電話がありまして、山下さん、メルカリが農産物の取引をしています、農業コンサルタントの山下さんどう思いますかってちょっと取材があったんです。で、ちょっとちなみにですけど、ここはちなみに私がこうコメントを書いてるところなんですけど、ここですね、ここ、農業、一応このね、農業コンサルタントの山下が語るみたいなことをなんかね、一応書いてるんですけど、ちょっと気の利いたことをこう喋ってるんですけど、まあ何を言いたいかというと、こういうふうに B2C って言ってから、直接もうお客さんと取引ができる時代がもうすでに始まってるってことなんです。始まってるんです。で、ちなみにですけど、この方は、佐賀の方ですよ。
作家の方ですよ。僕も確かに一度お会いしてるのが宮原農園さんかな。もうこれはもうメルカリの中でもトップの、フォロワーを持ってる方で、もう群を抜いて今売り上げを上げてる方なんですよね。もう素晴らしい取り組みをしてる。だからもうこんな風な農業がもうすでに始まってるしあるってことを今日皆さん方に、まあ、ご理解いただきたいということです。はい、さあ、この直接販売っていうのがあって、でもこういう農業っていうのはまた努力のポイントが違うんです。お客様に実際選んでもらわないといけません。インターネットで商品を出したら簡単には売れません。なぜかというとお客さんはもう選択肢がいっぱいあります。その中から皆さん方のイチゴ、皆さん方のアスパラ、皆さん方のまあまあ米麦大豆かもしれません、ナスかもトマトかもしれませんけども、それを選んでもらうためにはそれなりにお客様に選んでもらえるような商品作り、会社作り、人柄作りっていうのをやらなきゃいけないっていうように、今まで30年前こんな農業ありませんでしたからね。だってインターネットがなかったんですから。だからこういう農業が、合ってる。つまりこれから成功する農業っていうのは、私が就農した時ってこれしかなかったんですよ。これしか。黙ってお前は後継いでから作り方だけ勉強してから農協に出すとかなんとかなるって。いやいや、もうあっという間に何ともならんことになりました。まあ、先ほど言った通りスイカが1000円だったのが500円になりましたから。だからまだその時にはナス、スイカからナスに変え、ナスからほうれん草に変えって、あの手この手って品物を切り替えていけばなんとかなったんです。なぜかというとまだまだ経済が成長していました。スーパーマーケットがどん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 できていきました。イオンがどん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 作っていきました。つまり店舗が展開していけば展開するだけそこの棚が空いてますので、その棚に供給すれば売り上げで上がっていったんです。でも今もうスーパーマーケットはもうできるだけできたから、今からスーパーマーケット減っていきますよ。その代わりにインターネット販売が増えていきますよ、ね、ってことはスーパーマーケットに卸している人たちよりも ここはもうとにかく作ることを強化、ここは卸すこと強化。でも卸していっても時代が変わっていって、スーパーマーケットもどん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 淘汰されていって、だって今もう買い物はもうインターネットですよ。で特に今回コロナウイルスの、あれで在宅勤務でしょ。そして子供たちは家にいるでしょ。もうこれですね、実は今社会テストなんですよ。社会テストで国が在宅ワークをさせたり在宅に閉じ込めることによって、どれだけインターネットを使ったウェブサイトを使った形で社会が回るかっていう実証実験を実はやってるらしいんですよ。まあ本当かどうか分かりません。そのくらい今からですね、この実証実験の中に入る可能性があるんですよね。で私の娘も今名古屋にいるんですけれども、野菜は隣のスーパーから買わずにインターネットで買ってるんです。でなぜインターネットで買うかというと、もう野菜は大根とか人参とか白菜とか重たいからもう持って帰らない。そしてもっと言うと選ぶ目がない、選びきれない。もう農家の娘なのに、いい白菜の選び方、いい大根の選び方知らないんです、お恥ずかしながら。だから彼女はインターネットでポチッとする。そしたら次の日に届く。万が一虫食いでも入ってもよう、入ってるようなものならば書き込みに書きます。あそこのスーパーマーケット虫が入ってた、キモいって書けばいいわけですよ。でそうなってくるとスーパーマーケットはこれは大変だ、評価が下がるってことなんで、インターネットで買うお客様には一番素晴らしいものをお届けしなさいって当然なっていきます。そうなってくるとうちの娘たちはスーパーマーケットから買って、綺麗な大根、白菜、人参を買います。あそこのスーパーで買った野菜、超神って書けばいいわけですよ。すごい美味しいって書けばいいわけ。そしたらみんなそこに注文が来るようになる。今農産物だけではなくて物の流通自体が全く新しい方向に動いているっていうふうに、まあ、ちょっと飛躍しましたけれども、我々がこれから農業を、まあ、指導育成していくときに明らかに30年前とは変わったってことが、とにかく今日皆さん方にお伝えしたい。この生産強化型だけではなく卸型っていう、販売卸型も必要ですし、この直販型っていうのも必要だっていうことです。